目黒、高橋とも熱愛が発覚、相手役をいつも好きになってしまう。7月8日、スノーマン、目黒蓮主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、第2話が放送される。同ドラマは初回放送後、ネットで大きな反響を呼んでおり、次回の予告映像にも注目が集まっているという。有村は今回のドラマにて、6歳の娘がいることを突然知らされた主人公、目黒の恋人役を演じています。第2話の予告では、有村が一人で涙を流す意味深なシーンが映っており、視聴者の間で、有村ちゃんの涙見るだけでグッとくる、いきなり大好きな彼氏に別の女との子供がいたなんてわかったら、そりゃ泣きたくなるよ、このドラマ、今カノが一番かわいそうだわ、と共感する声が上がっています。テレビ視記者。海の始まりを手掛けるプロデューサーの村瀬健志と有村は、2016年放送の恋愛ドラマ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう、フジ系以来のタッグとなります。当時、有村は、女性自身でインタビューに応じているのですが、演技について、ラブストーリーを演じるときは、いつも相手役の人を好きになってしまいます。